元ちゃん、うん、大丈夫？大丈夫。昨日のさ、元ちゃんが泣いてる動画でさ、うん、みんなすごいさ心配してくれてたよ。もう大丈夫だよ。でコメント、うん、とか見たけどさ、なんかやっぱり私が元ちゃんに心配とか負担たくさんかけちゃっとるんかなとか思ってごめんね。家のことじゃなくて、前の仕事も鬱でやめたじゃん。仕事のこととかを考えると時折不安に苛まれて、で感情がコントロールできなくなるのが、あやと出会う前からあったんだ。1年に数回とか、あやと出会ってからは全然なかったんだけど、最近ちょっとね仕事のことで悩んどったので、それが出ちゃったかなっていう。だから仕事のこと考えたらやっぱりなんか不安、とか、あとね、やっぱり書類が苦手だからさ、書類とかもこれでよかったかなって思ったら不安になってきて、プレッシャーにちょっと負けたかなっていう。でも、ね、今は全然あやたちが手伝ってくれとるから不安があることはないんだけど、その時はね一瞬不安になって感情がコントロールできなくなっちゃった。だからもう大丈夫で、皆さんにも心配かけて申し訳なかったです。もう反対にあやたちがおるからこれぐらいで済んだのかなって、反対に救われとるかなっていうのが大きい。一人の時はもっとひどかったからさ、だから本当に家族がいてよかったなって思って、私も支えれることあったら支えるからね。ありがとう。いつもありがとうね。こちらこそありがとう。